京で刑事と別れ、お国は出雲大社肝心のため大阪へ赴いた。折しも大阪は織田軍の攻撃を受けていた。お国は舞で大阪の民衆を鼓舞しようとした。棒見入られて悲しみ棒。第2話、大阪の舞。夢見せましょう。なんだ、よかったぜ。お疲れ様。心が震えたよ。特別な気持ちがする。温かい気持ち。戦いに明け暮れる俺にまだこんな気持ちがあったと。よくもな、ベラ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 と。ややわん。また上手言わはって。俺たちには勝利の女神がついてるんだ。負けるわけがない。そうだろ。それじゃあお客さんを歓迎してやるとしようか。けっ、すかしやがって。なーにが、俺たちには勝利の女神がついてるんだって。俺様は好きなようにやらせてもらうぜ。そうだよ。
ちまったか。行きますよ。てめえごときがお国さんに勝てるわけねえだろ。敵将言わしました。あなたの美しさには俺も負けそうだよ。向こうにも敵が。なんとか持ちこたえてくれ。向こうにも敵が。なんとか持ちこたえてくれ。貴様も負けてられねえぜ。もうだがなんぼのもんじゃ。俺様が蹴散らしてやるぜ。孫一なんだに負けてらんねえ。ガンガン行くぜ。勝てるわけねえだろ。ありがとう。あなたも可愛いわ。そう、いじめたくなるくらいね。乱暴なのも嫌いじゃないわ。
さっさと終わりにしようぜ、信長。この後、もっと手強い相手が待ってるぞ。行きますよ。孫に対しても、手柄は渡さねえぜ。ついでにお国さんも、渡せねえぜ。消えるがよい。草場に咲く一輪の美しい花。時に何ができるか。毎度おおきに。またお越しやす。ただ人は
情けあれ夢の夢の夢の。どうしやったんです？私ではない私がいました。ただ一人の男を愛し、憎み守ろうとし、殺そうとしていました。その男が私の誇る、その男が世界の全てでした。切ない夢どすな。夢、夢、幻。昨日は今日のいにしえ、今日は明日の昔や。